ママへ。コロナ禍になってなかなか会いに行けなくなってからあっという間に2年が経ちました。こんなに会えていないのは初めてだね。定期的に届くママからの贈り物には必ず手書きのお手紙が添えられていて、その言葉に何度も救われてきました。私からママ宛に荷物を送るときも、言葉を添えたり、近況報告のチェキを送ったりしていたけど、今日はいつもより少し長めに気持ちを伝えたいと思います。ある日、こういうのがあるみたいなんだけど行ってみる？って、ダンススタジオの広告を持ってきてくれたね。私のダンス人生はそこからスタートしました。どんなにお仕事で疲れていても、ほぼ毎日送り迎えをしてくれたり、衣装を準備してくれたこと、本当に感謝しています。ママのサポートがなかったら、今の私は存在していなかったと思います。私のダンス人生、ママにとっても楽しい思い出になってくれていたら嬉しいな。何度か自分のダンスが嫌になったりしたこともあったけど、ママが私のダンスの一番のファンでいてくれたことが何度も前を向かせてくれたよ。ダンスを始める時も、女子流になる時も、24年間どんな時でも一番の味方でいてくれてありがとう。ママはどんな人、物、動物、植物、すべてにおいて自分よりも相手を優先し、愛を注ぐ愛の塊のような人だなぁと年々強く感じています。年を重ねた今、愛を持って接するということが誰にでもできることではないと感じているので、そんなママをとっても尊敬しているし、私もそうなりたいです。そんなママから生まれた私は、とっても幸せ者だし、きっとママの周りにいる人も幸せだと感じていると思うから、安心して、今度はもっと自分に向けて愛を注いでほしいな。定期的に開催される近況報告の長電話。あの時間だけは、東京女子流の庄司芽衣ではなく、庄司家の芽衣になれる大好きで貴重な時間です。長電話、いつも付き合ってくれてありがとう。東京女子流として頑張ることを決めたから、山形でライブがあっても、実家に帰ると何かが崩れてしまいそうで、他のメンバーよりも帰省する回数が少なくなってしまったり、時には自分のことでいっぱいいっぱいになって、そっけない態度をとってしまったり、頑固な娘でごめんね。でも、まだまだ書き足りないくらいに感謝の気持ちでいっぱいです。早く会いたいね。会えるようになったら、すぐに帰るね。未だに心配をかけてしまうことも多いけど、女子流として叶えたい夢があるので、もう少しだけ見守っててください。雪が溶けたら、女子流の曲を聴きながらの朝散歩、再開してね。少し早いけど、25歳の目標は親孝行。いつになってもママの娘だし、尊敬しているし、大好きです。もっと一緒に過ごす時間を共有したいから、長生きしてね。最後に大切なことだからもう一度言うね。ママ自身、自分に愛を注いで大切にしてね。いつもたくさんの愛をありがとう。メイより。